皆さんこんにちは。山口剛のフォーリンアフェアーズを読み解くをお送りします。本日は Why China Will Play It Safe という11月14日のアーティクルです。それでは山口さんお願いします。はい、今日から前川さんに少しお手伝いいただこうかなということで来ていただきました。で、今習近平が第3期ということで、やっぱり相当強くなったら台湾に侵攻するんじゃないのかと、まあ、そういうことが時に議論になります。で、それについてのフォーリンアフェアーズの記事です。まあ、表題は Why China Will Play It Safe、 なんで中国は安全策を取ろうとしているのかっていう題です。で、サブタイトルが She would prefer day done, not war with America、 アメリカと戦争ではなく緊張緩和を望むだろうと、まあ、こういう言い方をしています。台湾と戦争になるんじゃないのかということについて、まあ、このジョンソンさんの分析では、やっぱり中国の課題として国内的なこの経済とか、そっちの方をすごく重視しなきゃいけないというところを指摘しています。アーティクルの中では Create fortress economy that is self-sufficient in food, energy and core technologies、 要するに要塞経済で、それは自給的に食料とかエネルギーとか、あるいはコアな技術について自給自足的な要塞のような経済を作る、まあ、そういうことも言っています。まあ、中国の場合、まあ、ここからどういうふうに強くなっていくかっていうのが一つのポイントなんですけれども、やはりその経済を良くしないと、まあ、民衆の不安が出てくる。だから昔から中国は革命の歴史って言われてますけれども、民衆が支配者に対して不満が出てくると天誅だと、でそれが革命だという考え方なんですね。ですからそれを習近平さんよく知ってますから、したがって香港で何か騒がれるともう過度の対応をしたり、あるいは新疆ウイグルについても過度に対応してるんじゃないかということを我々は批判したりしています。したがってこの台湾に侵攻するんじゃないかということはありますけれども、このジョンソンさんも、いやいや、もう今回の陣容を見てみたら、むしろバランスの取れたテクノクラートっていう人が多いですから、すぐに戦争するということではないよというふうに言っています。まあ、私もそういうふうに思います。アメリカは中国に対して半導体の対中輸出規制を発表するなど対決姿勢に見えます。うん、アメリカは中国と関係改善を図れるのでしょうか。うんうん、アメリカと中国っていうのは、まあ、言ってみれば世界第一の経済大国、それから第二の経済大国、今のところはね、アメリカの方が経済的に大きいんですけれど、中国はアメリカを抜かしそうな勢いだっていうところも、アメリカの人たちにとっては警戒心を持つ原因だと思うんですね。で、特にこの中国が核についても追いつこうとしてるんじゃないかということが私は感じます。したがってそういうこと全部踏まえて、今はアメリカのその地位っていうのが世界でナンバーワン、でも中国が取って代わろうとしてるんじゃないかという恐怖感がアメリカには強くなってますよね。したがって、まあ、中国は国内的なその経済的なことを頑張らなきゃいけないということで、その台湾に侵攻するとかいうことを抑えるっていうことで、特にアメリカとの間でも一旦ちょっと小休止ということを望んでんじゃないかというのが、まあ、このアーティクルの趣旨なんですけれど、だけども本当にそれが中国側のそういう意思がアメリカに通じるだろうかっていう点ではね、やっぱりここはアメリカ自身も戦略的に少し考えなきゃいけないところだと思うんです。でもアメリカは、ね、昔から相手を民主主義にしようっていう癖があるんですよね。で、例えば日本に対しても戦争してマッカーサーが来て、でマッカーサーは日本を民主主義にするっていうのが自分の仕事だと思ったんです。で、現に日本はすごくアメリカ的な民主主義国に今なってますよね。なんでかというとね、民主主義同士では戦争しないっていうのがアメリカの発想なんです。だからベトナムでも戦争して ベトナムを民主主義国家にしようとしたけど、これはアメリカ負けたんですよね。
で、アフガニスタンのイラクでも同じように戦争して民主主義国にしようとしたけど、それ負けた。でも中国との間ではそういうやり方は通用しないわけですね。戦争して中国を民主主義国家にしようと、それ無理なわけですね。だからアメリカも今までのようなそのやり方で相手を民主主義にしようというのは私は無理だと思います。したがってそのうまくね、アメリカとしてもそういう発想を少し切り替えて、中国との間でやっぱり対話をすることによって、そうすることによってこの関係を築き上げていく。そしてあわよくばもちろん民主主義的な要素を中国にも育てていくというのがこれからの役割だろうとは思う。でもそれはね、日本がやっぱりアメリカに言うべきだと思うんです。やっぱアメリカはどっちかというと力ずくでやろうっていう傾向が強いですから、やっぱり日本がやっぱり中国とアメリカとの間に立ってやっぱり対応を商用していくということが大事だと思います。したがって今前川さんがね、そのじゃあアメリカとの間で関係改善成り立つんですかということに関しては、アメリカ側も戦略的な発想を変えなければいけないと思います。今アメリカが守ろうとしているのはアメリカ流の世界秩序で、それパックスアメリカーノって言ってきたわけですよね。でもそれがやっぱり中国の力がぐっと伸びてきたことによって揺らいでますよね。でそのことによって、まあ、アメリカもこれからどうしようかっていう不安になってるんだと思いますけど、そこは少し発想を変えて、中国的なもの、あるいはその非西側的なもの、そういうことも取り入れたような世界秩序を作っていけるようにすると。でその時はやっぱり日本の知恵を出していくということがこれからの大事な仕事だと思ってます。それでは先ほどおっしゃっていたと思うんですが、中国の習近平さんは3期目となり強力な指導者になったとおっしゃっていました、ひょっとしたら台湾に攻めてくるということはないということでよろしいでしょうか。短期的にはないだろうと思います。でそれは中国が習近平さん3期目になって、まあ、強いと言われてるんですけどね、まあ、一つには今までの外交政策が西側の先進経済を敵に回してるじゃないかっていう反省、中国がやってるように見えます。でもう一つは中国の経済、国内の経済を強くして、その中国の人々、民衆の不満が出ないようにすると。民衆の不満がたまりますとね、支配者に対するその不満がたまると、昔でいう天誅、革命で、そういう考え方は中国にありますから、習近平さんはそこすごく今慎重になってますね。したがって今すぐに台湾への侵攻っていうものは、むしろ私は可能性は低いと思います。だけど中長期的にはそこはやっぱりあるんじゃないのかなと思わないといけないというのが国際政治の現実だと思うんですね。ですから今その中国がいつ攻めてくるかもしれないというふうに危険をその煽るということではなくて、冷静に見ながら、なおかつ中長期的にはきちっとした体制を整えていく、そこが大事なんだと思います。